松組の熊田玲奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年入った新人さんですね。はい、はい、新人ということで今の金ちゃん橋にも人生初めて、はい、人生初めてやりました練習してましたけどうまくいきました。あ、私の中では120点です。はい、じゃあ後でビデオ見てください。はい、はい、じゃあ熊田先生の今年度やりたいこと、はい、じゃあまず仕事の方からいきますか。はい、はい、仕事面では、はい、1年目ということで、はい、子供たちをたくさん毎日笑わせたいと思っています。笑わせる先生になる。はい、笑われるじゃなくて、ね、あ、笑われるのはちょっとあれなんですけど、うん、笑わせられるようになりたいです。いいですね、楽しいクラスになりそうですね。はい、はい、ね、笑わせるって意外と難しいですからね。はい、あ、この先生大丈夫そうかな、うん、なんか天性のもの持ってるかもしれない。あ、嬉しいです、はい、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあプライベートの方では。はい、プライベートでは、はい、週に1回はジョギングをしたいなと思ってて、うんうん、おお、はいはい、はい、あの今まで、はい、取り組んだことがなかったんですけど、やったことなかった、ね、やったことなかったんですけど、はい、こう漠然と、はい、生きてるうちにフルマラソンを完走したいなっていう目標があって、はい、はいはいはい、ちょっとそろそろ取り組んでみようかなと思って、うん、少なくても週に1回は絶対、うん、ジョギングをしようと思って、はい、大体何キロぐらい。今のところ、はい、3キロです。3キロですね。今のところ3キロをこう休まず、はい、走ることが今のところちょっと目標で、2キロは走れました。今2キロなんですね。2キロは走れました。今3キロに挑戦中で、生きてるうちに 42.195 キロ。随分遠い話。いいですね、私みたいに先は短い人間には考えられないんですが。夢ではなく目標って言えるように、うん、はい、でも随分遠い目標で、今年度中にフルマラソンじゃないのね。今年度中に10キロ今年度中に10キロ、はい、あ、とりあえず10キロ走るように、とりあえず3キロ走るようになって、はい、今年度中の目標は10キロ走れるように、はい、42.195 キロはいつぐらいに走りますか。来年で半分いきます、うん、あー、ハーフマラソン20キロぐらいね。で、はい、ってことは4年後ぐらいにはフルマラソン。あー、4年後にフルマラソンですね。わ、はい、かりました。覚えておきます、ね。はい、近くでやるときには友美幼稚園の職員で熊田頑張れーっつって、はい、旗振りたいと思いますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。